よろしくお願いします。中居正広さんのジャニーズ退所報道がありましたね。私ねちょっとね、このニュースを聞いた時にちょっと前に思い出す、ことがありまして、ちょっと引っかかりましてね、以前中居正広さんと熱愛の噂があった倖田來未さんが、ちょっとその、ジャニーズ、退所報道を知ってか知らずかですね、動揺したというわけでもないでしょうけども、ちょっと放送事故的なねところはちょっとありましたんで、それについてちょっとお話したいと思います。まず事の発端はですね、スッキリ日本テレビ系のね、番組ですけども、こちらに生出演されまして、倖田來未さんが、で倖田來未さんと言いますとね、妹が美園さんですね、以前ですねこの動画でも申し上げましたが、美園チャンネルに、島田紳助さんが出演されて話題になりましたけども、であとね歌はねもう本当にいろんなヒット曲あるんですけど、キューティーハニーとかね、バタフライとかこういうようなものがありますね。でその倖田來未さんが、その『スッキリ』に出た時にですね、生歌を披露するという形になりまして、でバタフライ、先ほどのこのバタフライをですね、生歌で歌うということになりましてですね、ただ歌い始めるといざですね、そうしましたらいきなり笑い出してすいませんという形でねストップしてしまうというような放送事故的なことがありまして、ちょっとね震え気味だったって本人が言ってて、でちょっと止めちゃったみたいなんですけども、すいません、でもう一回いいですかみたいな、でね周りのね、しかし出演者、番組出演者の方たちも、爆笑してて、でちょっと微笑ましいなみたいな感じですね。ご本人としては本意ではないんでしょうけども、歌から途中でストップするということは、でこれに対してね視聴者の反応も結構良くてですね、倖田來未かわいいなおいみたいな、私もねこれ結構可愛らしいなっていうね、この、ハプニングですねいうふうに思ったんですけど、でね最後、終わった後はねもうよれよれでめっちゃ緊張しましたというようなことをね倖田さんがおっしゃってましたけど、こんなこともあるんだなというふうに思って見ていたんですけど、でねこれが中居正広さんのことを動揺したとかいう、それちょっとねこじつけ的な部分ではあるんですけども、一方でですね、歌姫といいますと浜崎あゆみさんもちょっと頭に思い浮かびますね。でその浜崎あゆみさんでちょっと少し話題になっていることがありまして、ツアーがね、ツアーをやるみたいなんですけども、浜崎あゆみさんが、でそのタイトルがですね最後のトラブルタイトルのツアーでして、でこれもちょっとかなり憶測をね呼んでまして、この引退するんじゃないかって引退説の憶測がね飛び交ってまして、でねこれもちょっとね気になるところといいますか、本当にね引退するのかっていうところをねちょっと気になる部分ではあるんですけども、できればね頑張っていただきたいとは思うんですけど、去年ですね、その浜崎あゆみさんを、の絵の取材をもとにした小説 M 愛すべき人がいて、でこれがね、ちょっと告白本的な、暴露本みたいな感じのちょっとニュアンスもあったんですけど、でそれがね連続ドラマとして放送されるということも決まったみたいなんですけども、そういったねいろいろ浜崎あゆみさんの流れといいますか、動向、これにもね注目しながら、その芸能界のね縮図みたいなのを見ていきたいと思います。ありがとうございました。